12月25日に発売されるフォトブック20プラスマイナススイート20スイート2024ジャニュアリーにて、乃木坂46の川崎さくら、さきは正式には、辰さきが登場する表紙が解禁された。また、紙面に登場する20歳の美女10人のポストカードの絵柄も公開された。川崎さくら、美しい晴れ着姿、20プラスマイナススイートは、20歳の今を駆け抜けるアイドルたちに、ハイクオリティなグラビア&インタビューで迫る、スイートな新スタイルフォトブックだ。バル、今年度の表紙に選ばれたのは、優しい夕日に包まれて落ち葉を片手にまっすぐこちらを見つめる姿が印象的なカット。20歳という特別な節目に大きな飛躍を遂げ、ひときわ眩しい輝きを放つ川崎の儚い美しさが表現された一枚となった。12月16日、17日に開催された、超、乃木坂スター誕生。ライブ、を盛況で終えた乃木坂46の5期生の川崎は、32ND シングル、人は夢を二度見る、で初めて選抜メンバーに。発売中の 34th シングル、モノポリも含め、今年発売された楽曲ではすべて選抜メンバー選ばれたほか、NHK ラジオ第1、ラジラー、サンデーの各週奇数週日曜日のレギュラーに選ばれるなど、活躍の場を広げている。そんな川崎を自然光が綺麗なスタジオで強く綺麗な表情を狙って撮影したほか、晴れ着姿で釣り堀で釣りを楽しんでいる姿を収めるなど、ラフな表情も切り取りながら、20歳になった川崎が見せる、極上の美しさを狙った。また、12月9日、10日に、ハッピートレインツアー2023の追加公演である K アリーナ横浜 2days を終え、2024年4月6日、7日には、5回目の日向祭の開催を控える日向坂46から4期生の平尾ほのかと山下遥が登場する。NMB48 住の若菜、お茶の間広本瑠璃、総合否定 ME 荻原ら登場他にも、AKB48 から2024年3月13日発売の柏木由紀の卒業シングルとなる 63RD シングルにて選抜入りが発表された千葉恵里、NMB48 の、シングラビアプリンセス、として注目され、新チーム M のキャプテンを務める住野若菜、2024年1月10日に待望のファーストアルバム、チャンネルシャープ1、チャンネル1をリリースするお茶の間から広本瑠璃、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ統合否定ミーから荻花、乃木坂46公式ライバルとして活動を開始し、1月31日には初の選抜制を導入したセカンドシングル、卒業までをリリースする僕が見たかった青空から、同曲で選抜入りを果たした西森杏美。2024年3月14日に武道館ワンマンライブ、若騒ぎ天下統一 2024AT 日本武道館を控えるシャープババババンビからうさき、TikTok を中心に SNS で楽曲がバズり、今年の第65回輝く。日本レコード大賞の新人賞を受賞したフルーツジッパーのメンバーで、ドイツと日本のミックスの早瀬ノエルが登場する。さらに、本誌では、20歳をテーマに、一人20ページ、合計200ページのハイクオリティグラビアと、人生の岐路に立つ彼女たちが、仕事やプライベート、恋愛観など、今の本音を赤裸々に明かすロングインタビューで綴る。